お疲れ様です。今日こちらいただきたいキリンラガーのでってでーん、なんかセブンイレブンさんの記念パッケージですね、これ。あなたの暮らしに近くて便利。いやいや、こちらいただきたいな。久しぶりのキリン、乾杯です。お疲れ様です。久しぶりにキリンラガービール飲みますね。わー、めっちゃ久しぶり。いつものキリン一番絞りなんで、シンス1888って言ってますね。この中、ありがとう2万点、2万点を記念してのこれスペシャルパッケージみたいですね。久しぶり飲んだけど、ラガーもいかつもて、これちょっと食べかけるんですけど、でってねー、キャラメルチョ辛さ7倍、ホットチリ味、ちょっと辛さ7倍、これ食べたんですけど、美味しいですね。辛くないかは、あなた次第って感じで、いただきまーす。普通のカラメルチョよりは、がぜん辛いですね。激辛ブームの火付け役とまで言われるようになったみたいですね。すごいですね、小池屋さん。これ今、ありがとう2万点セブンイレブンさん、おめでとうございます。2万点突破おめでとうございます。いらっしゃいまし、昔プロミスダガの CM でありましたよね。いらっしゃいまし。夏、ラガービール、マジ久しぶりよっつーみたいな。ビリビリ結構でもきますね。今なんていうんですかね、バイトの男の子で、二十歳ぐらいの子でゲーマーの子がいるんですけど、お酒飲まないですよね、その人。中飲み会でコーラずっと飲んで、つかゲーマーっつったらビールにチップスじゃねっつったら、こだわりがあるみたいで、小池がうまいっつってましたね。そのゲーマーの和光で曰く、小池が一番うまいっつってましたね、チップス。うめ、これもちゃっかりこの小池やってる。辛くて美味しい。これちょっともらったんですけど、これやばくないですか。クッキー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 。これも70歳になるおばあちゃんからもらった。おばあちゃんっつうか、会社は違うけどいるんですよね、職場に。もらったらクッキー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 ゼクシークッキ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 ータクシータクシー、もうってみたいな、このアピール力半端ないですよね。もう分かったからクッキー、はーみたいな。もうってみたいな。もうって分かったからもうってみたいな。もうクッキー分かったから、分かったからもうって。このアピール力。このクッキークッキーのアピール力半端ないですよね、これ。もうってみたいなね。癖が強いんじゃないけど、もう面白かったんで撮っておきます。このベビースターの七チキ味もいただきます。これも多分、これも2万点の記念のあれですよ、多分。ベビースターの七チキ味も、自慢でいきたいと思います。食べかけなんですけど。これなんか塩味っぽいですよね、薄塩味。さっき見なくなりましたけど、ベビースターっつったら、チキン味か、すいません、チキン味かソース味ですね、よく見んの。チキン味、ソース味ぐらいしか見ないですよね。見ない人のやつか見ないんですけど、100均とかで売ってますよね。でも100均とかで薄塩味売ってますよね。
うん、薄塩味に近い感じのあれですね、これ。なんか好きあるよ。薄塩に近い。うん、これの余韻がまたビリビリいってますね。いい感じ。パフィー知ってる方、プッシュヘンザーみたいな。近頃私たちはいい感じ、悪いわね。あり乾杯、あり乾杯。パフィーの曲なんですよね、いい感じ。これ私買って思ったんですけど、これスーパーで買ったんですけど、なんか新発売とかってなってたから買ったんですけど、よくよく冷静に記憶を遡ってみたら、これ多分前にもありましたよね。これつい数ヶ月前にこれ私飲んだ気がするんですよ。キレートレモンサワーのストロング 9%。 ビタミン C 取らな、ちょっと最近シミそばかすがマジやばいんで、積極的にこうビタミン C っていう言葉にもうめっぽう弱くなってますね最近。この間なんか宝焼酎ハイボールの 9% 飲んだんですけど、あの 7% と 9% の違いがわからないですね。あんまそんな 9% だからガツンってくるわけでもなくみたいな、なんか 7% でも 9% でも変わらへんとちゃうみたいな。これ絶対新発売じゃないと思うんですよね。前にもこの私ですらちょっと記憶があるっていう。美味しいですけどね。甘い、ちょっと甘いですね。でも最近ビタミン C の粉をお湯で溶かして飲んだり、炭酸で溶かして、もうガチのビタミン C だけの粉末飲んでるんで、私なんかこういうのちょっと甘く感じちゃいますね。なんか若干甘めだけど、あとあと寄ってくれることを祈ってみたいな。クッキークッキー、これはちょっと後でもあのいいですけど、ゼクシーゼクシータクシータクシータクシーみたいな、あのソニョシデのタクシータクシータクシーみたいな感じで、これは後でじっくり味わいたいと思います。ではゆっくり飲んでいただきます。ではまた。